私は生まれは大阪です。昭和10年ですね。第二次世界大戦が終わった時は、ちょうど10歳でした。物語を作り出す作業は、私にとって最大の楽しみです。新しい自分の発見があり、未知の世界を垣間見ることができます。ストーリーが決まってしまえば、まず 70% は完成。絵を描く楽しみは後の 30% でしたね。どうなさったの、課長さん。